目ご定員となります。乗り切れなければ臨時便でございます。折り返し5分後にしてください。臨時便でのご対応となります。マジ？あ、そうなの？無人だよ。大変お待たせいたしました。本日はようこそ西武大学国立公園新穂高ロープウェイにお越しくださいまして誠にありがとうございます。この新穂高ロープウェイは皆様に下見てから大丈夫標高1157メートル新穂高ロープウェイより標高2156メートル。ここからは何も見えないね。まだ、ね、上がってくれ、ね、今撮るとこあらへん。見えるのは後ろ。またご乗車いただいております。このお寺は44年の定員で毎秒300m の回数に約4分間もご乗車でございます。アーケー進行方向右手前方にゴンドラのすれ違いでございます。もう一回あそこで降りるわけ。乗り切りましたが、アプリが伸びられた高原でございます。この辺り一帯は中部三角国立公園に取り組めております。坂口や大使やお持ち帰りがございませんよ。こちらコミドラの処理は所定バスにお送りください。スキーとかで慣れとるからな、こういうのやったらお願いいたします。白い花、あそこも花咲いてる。本当だ。標高1155メートル、ナベライナ高原駅到着でございます。第2ロープウェイご利用のお客様は次の白樺台ラインにてお乗り換えでございます。第2ロープウェイは国内初2階建てゴンドラとなっており、120名様定員で約7分間のご乗車となります。第2ロープウェイの定期発車時刻は毎時15分と45分の発車となっており、次の発車時刻は11時15分となっております。第2ロープウェイご利用のお客様はこの駅を注いでありまして、次の前とお進みくださいませ。上まで10分で行くね。ゴンドラホームに入ります際また降りられる際、ゴンドラは多少揺れますのでお足元にご注意くださいませ。うん、ガチャン当たらへん。東京大丈夫。定期発車時刻は毎日0分30分の発車となっております。44名様定員につき乗り切れない場合には折り返し臨時便発車いたします。ご乗車ありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。まだ5時になってないでしょ。はい、どうぞ。すごい。2回やってますよ。どのくらい見えるかな。もうほとんど木ばっかりちゃうか。ブラブラしてるか。これもそこちゃん。じゃあ。違うもん。それでは発車いたします。大変お待たせいたしました。本日はようこそ北アルプス緑まぶしい新穂高ロープウェイにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ご乗車いただきましたこのゴンドラ、万葉
号は、なめらいな高原を後にいたしまして、車ここまで上がってこれる毎秒7メートルの速さで進み、約7分後には、皆様方を標高2156メートル、全国高原西小高口駅へとご案内いたします。有料の道やったりして。うん、高い高い。長こと取るとカードいっぱい使う。黄色ね、黄しか見えへん。ここなんか見えへんやろな。でもちょっと晴れてる。向こうから晴れてる。それで第2からの料金もあるんだ。お客様にはここまで車で上がってきてもよかった。これより3本の鉄道を通過いたします。下からの方が早い。各鉄道を通過する際にはゴンドラが揺れますのでご注意くださいませ。やっぱ早いなこれもな。最強鉄道を通過いたします。下に逃げようんだよこの下に。ただいま雲に隠れて山頂付近ご覧いただくことができませんが、ゴンドラの後方には県境を除いての岐阜県内での最高峰笠ヶ岳が位置しており、進行方向左手には槍穂高連峰、進行方向右手前方には活火山焼け岳が位置しております。なんか飛行機乗ったみたいな。見てやんすか。違う。今度。まもなく進行方向右手前方より下りなめらいな高原行きウエスト号とすれ違いでございます。すれ違いの速さをご覧くださいませ。すれ違いの地点が中間点でございます。まもなく第2号鉄道を通過いたします。この第2号鉄道は途中3本の鉄道が設けられており、ただいま通過いたしました第2号鉄道より、次の第3号鉄道までの距離が最も長く約900メートルございます。さらにご案内いたします。ただいまゴンドラ付近強風のため途中で減速または一時停止する可能性がございます。もしご利用のお客様はできる限りお近くの手すりやつり革につかまるなどを対策お願いいたします。こっちが一番良かった、晴れてるから一番いい。ほとんど動いてないからなこれ。さっきのしかもすれ違いも取れたやろ、それがいいやん。何がいい、動いてないもんなほとんど。雲がな、雲の上にポッと出れたら一番いいな。ご乗車ありがとうございました。標高2156メートル、終点仙五高原西穂高口駅到着でございます。なお山頂駅西穂高口駅でのゴンドラ発車時刻の案内放送、外の位置には聞こえませんので、
設計が残ってるこれ。風が吹いてきたから、うん、もうちょっと待ちたらね。すごい雪が残ってる。トイレちゃうか。まだトイレ。あ、大丈夫なんかなじゃん。うん。じゃあ待っとこうか。